皆様こんにちは、くだです。行列のできる大人気パン屋さんのパン食べたい。少し前にアイムドーナツの系列店となるパン屋さん、アマムダコタンさんのパンをね、10個ぐらい買って動画にしたんですけど、それがね、本当に美味しすぎて、他にもね、ないかなって調べたんですよ。そしたら、1年前ぐらいに桜新町の方にダコーというね、また系列のパン屋さんがオープンしたらしくて、そこもね、いいなと思ったんですけど、この間の2月にお茶の水にもね、ダコー2号店がオープンしたということで、今ね、すごく話題ということで、そこにね、仕事の休みの日に買いに行きました。なんと、3時間並びました。こんな感じで買うことができたんで、今回はダコーさんのパンをお腹いっぱい食べたいと思います。いただきます。クリームパンです。せーの、ドローン。色がなんか濃い。普通のカスタードクリームってね、もうちょっと白っぽいと思うんですけど、黄色、めっちゃくちゃ。いただきます。うん、美味しい。上にはね、アーモンドスライスが乗ってて香ばしい感じがするんですけど、パン生地がね、サクッとふわもち、その中にたっぷりのカスタードクリーム、甘さ控えめで卵感はそんなに強くない感じ。うん、やっぱね、街のパン屋さんとかね、そういうとこと比べるとすごく高いんですけど、でもやっぱり美味しいね。3時間並んだっていうのもあるけど、こんだけ色々買うと、あ、こっちはどんな味するんだろうってめっちゃ楽しみですよね、食べるのが。ハニーフレンチトーストのみかんです。横から見るとね、カリカリのフレンチトースト、この上にみずみずしいみかんが乗ってますね。その間にはホイップクリームが挟まってます。これどうやって食べたらいいんだろう。半分に切った方がいいから。いただきます。おっ、うん、パンの縁のところすごくね、ツヤツヤしてるんですけど、ハニーということで蜂蜜ですかね。ほんのり甘いんですけど、食感がね、すごくカリッカリサクサクっていう感じ。そこにみかんのジューシーな甘酸っぱい味わいと食感、これがとても合いますね。美味しい。うん、ピスタチオのパンですね。めちゃくちゃふわふわ。結構ね、大きさもあるから、これはね、満足度高そう。割るとこんな感じです。うわぁ、これもクリームたっぷり。クリームを下にして、この状態でいただきます。めちゃくちゃ美味しい。ピスタチオ感もしっかりあるし、よーく見るとね、この下のところに黄色い部分が見えてるんですけど、カスタードクリームも入っているということかな。やっぱりカスタードクリームも入ってる。わぁ、これやばい。めっちゃ美味しい。うん、生メロンパンです。メロンパンはね、2種類あったんですよ。普通のメロンパンを取って、うわ、メロンパン食べれると思ったんですけど、違う列に行ったら、生メロンパンっていうのが焼きたてで出てきてて、うわ、絶対生の方がいいじゃんと思って、生の方にしました。裏はこんな感じになってて、上にはね、メロンの帽子をかぶってます。断面はこんな感じです。いただきます。うわ、うん、メロンパンというより、思った以上に中の生地がね、もっちりしてて、香りとかがね、めちゃくちゃドーナツっぽい。うん。そしてね、表面のこのメロンの帽子はね、程よくサクサクしてて甘くて美味しいんですけど、メロンパン感ありますかって言われたら、正直あんまりないんですね。でも普通にパン生地が美味しいからいける。うん。クッキーにラングドシャっていうのがあると思うんですけど、ラングドシャドーナツって言った方がしっくりきますね。メロンパンが好きで、ダコーのメロンパン気になるって思った方は、ちょっとね、期待外れしちゃうかもしれないけど、まあ普通に美味しいですね。うん、焼きたてだからめっちゃ美味しい。ふわふわ。うん、めちゃくちゃ甘いものの気分だから、甘いものばっか言っちゃう。いいかな？いいよね。生ドーナツです。最初にね、アイムドーナツの系列店っていう話をしたんですけど、パン以外にもドーナツも販売しているということで、ちょっとね、話題になってるみたいですね。なんか、いつも以上にすごい柔らかい。ふわふわで。出来たてかな？生ドーナツはね、3、4種類ぐらいありました。いろいろね、買いたかったんですけど、今回はね、あくまでもパンをね、メインに楽しみたかったんで、1個だけにしました。いただきます。うん。
外はサクッと中はふわふわもちもちでめっちゃ美味しいんですけど、ちゃんとアイムドーナツさんに行って買った方が大きさもねちょっと大きいような気がする。二口でいっちゃうぐらいだから多分ね一回りぐらい小さいような気がしますね。うん、お茶の水店限定のパンがね2種類あって、そのうちの1つブリワッサンっていうね商品があって、それがね今までにないクロワッサンを作りたかったというね思いからブリオッシュ生地をクロワッサンにしたユニークな一品っていうのがねあるらしくて、それがね僕これだと思ったんですけど、ネットのね写真を見るとなんか違うんですよね。普通のクロワッサンにしたら半分しかないんですよ、こんな感じで。だからちょっと様子おかしいじゃないですか。だからこれが限定のブリワッサンなのかなと思ったんですけど、多分これ普通のクロワッサンですね。でもねめちゃくちゃ美味しそうですよ、持っただけでパリパリ言ってるから絶対美味しい。いただきます。うん、まあ食べた感じめちゃくちゃ普通のクロワッサンですね。普通って言ってもすごくねレベルの高いクロワッサンであることは間違いないんですけど、限定感ありますかと言われたらないですね。でも美味しい。うん、バターの香りがすごくいい。今ねパンを6個食べたんですけど、パンって3個ぐらい食べたらもうお腹いっぱいになりません？なんですけど、その倍の6個を食べてるにもかかわらず全然お腹いっぱいならない。僕の胃がおかしいのか、美味しすぎてもっと食べたいもっと食べたいってなってこういうことになってるのかわかんないんですけど、あっという間にもう残り半分以下になっちゃいました。残ったこちらの5個なんですけど、こちらね惣菜パンということで絶対に温めた方が美味しいと思うんで温めていきたいと思います。じゃあまずはこの2つからいこうと思います。これを一旦ね電子レンジで温めます。いってらっしゃい。オーブンも温めておく。電子レンジであらかじめね温めておかないと、いざねオーブントースターに入れた時に中まで温まる前にね焦げちゃうんですよね外が。だからねやっぱ最初に電子レンジでこんな感じで温めといて、外だけカリッとで焼くっていう。うら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 、チーズもちょっと生き生きしてきた感じしてない？ではね、この目玉焼きが乗ってそうなやつ、これもいっちゃいます。これとこのハムのやつ、これもこっちに入れちゃって、これも温めちゃおうぜ。第1陣がねいい感じに温まってるところで、下ではね第2陣をね準備するという、この用意周到さがやっぱ大事。焼いてきました。チーズパンです。なんですけど、絶対ね、蜂蜜が上にかかってそうな感じがしてるし、チーズもね、一種類じゃないんですよ。ゴルゴンゾーラチーズとか、モッツァレラチーズとか、そっち系が入ってそうな気がします。うん。ピザで言うと、クワトロフォルマッチみたいな香りがしてます。では、いただきます。あ、はい。あ。うん。うわ、美味しい。これもね断面見せればよかったな。グラタンみたいなホワイトソースが入ってて、ハニーチーズグラタンパンみたいなそんな感じかな。美味しい。そしてねやっぱりねチーズはね 2,3 種類ぐらい入ってそうな感じがして、しっかりチーズを感じることもできるし、ほんのりね蜂蜜の甘さもあったりして、これはやばい。うん、美味しい。ホワイトソーストロトロ。続いてこちらはねクロックマダムです。クロックムッシュとクロックマダムのね違いをねこの前調べたんですよね。でも忘れちゃった。卵が乗ってるか乗ってないかの違いだった気がしますね。ロンドンバスみたいな感じで2階建てになってるんですよね。パンがハムというかサラミ的なものが乗ってますね。どうやって食べたらいいんだろう。1階と2階分けた方がいいのかな。食べやすさを重視してちょっと1階と2階に分けます。熱いかな。いただきます。うん、お、おいしい。さっきのチーズパンに入ってたホワイトソースに比べてこっちの方がね味がしっかりしてますね。そしてね玉ねぎの甘みを感じますね。上に乗っているこのサラミ結構塩気しっかりしてて、最初あしょっぱいかもって思うんですけど、噛んでいくとねちょうど良くなってきて全体的なバランスをね整えてくれてる。うん、ということでこのパンを食べている間に第2陣が焼けたんで取ってきます。クロッ
ックマダムとクロックムッシュの違い、卵がどうこうって言ってたけど、こっちじゃん、クロックマダム。これがあるかないかで、確かね、言い分けてるんだと思うんですよ。合ってると思う。なんでさっき食べたのがクロックムッシュで、これがクロックマダムだと思います。まずこっちから言っていいですか。ベーコンを挟んだ長いパンです。さっきねスライスチーズが見えてたんですけど、溶けちゃってどこに行っちゃったのっていう感じなんですけど、ベーコンがねめちゃくちゃジューシーな感じ。こんな感じで超サクサク。ではいただきます。うん、ベーコンが美味しい。めっちゃお、チーズ伸びた。これね、なんか見覚えあるなと思ったんですよ。スタバのハムと丸棒チーズの石窯フィロネっていう商品があるんですよ。こんな感じでハムとチーズが入っている。ただそれだけのパンなんですよ。なんですけど、これもそうじゃん。ほぼ一緒。うん、うん、うまい。まあ、チーズも美味しいな。チーズはチーズで。自家製のベーコンかな、ハムっぽいベーコンって感じで、うまっ。塩気が強いというよりかは旨味が強いって感じで最高。これクロックマダムです。半熟の目玉焼きがトロンと乗ってますね。そしてさっきみたいに二段ベッドになってます。そして上の方にはねお肉が乗ってないような気がしますね。ではいただきます。少し半熟の卵っていう感じ。やっぱりね上にはねお肉乗ってないですね。そしたらのベーコンのところもいただきます。これもねホワイトソースがたっぷり入ってて、パン生地は分厚くてカリカリふわふわ、申し分なく美味しいんですけど、上のところがね目玉焼きしか乗ってなくて、塩気がなかった分ちょっとの物足りないなって思ったのと、サラミが美味しかったのかな。めちゃくちゃホワイトソースにもサラミが溶けた油っていうのがじわっとなってて、ホワイトソース自体もね美味しく感じたんだと思う。はい、ということで最後になりました。ダコタンバーガーです。ダコタンがそのままハンバーガーの名前になっちゃいましたということで、バーガーのね上のところの表面にはすごくね体に良さそうな豆みたいなものがたくさんついてますね。この野菜なんだろう、もやしのミニサイズみたいな。スライストマトに、これはね自家製のパテかな、下が赤キャベツですね。ではいただきます。もう一口。マヨネーズソースが入ってて、これがね味のベースとなっているんですけど、全体的にちょっと味が薄いような気がしますね。うん、赤キャベツみたいなやつはトレビスでしたね。この苦味は間違いなくトレビスだ。ラスト、ごちそうさまでした。本日の第1位はピスタチオのパン。ちなみに惣菜系の第1位はサラミみたいなやつが乗ってるクロックムッシュだと思う。もしね気になった方は参考にして買って食べてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。